と読み書きが上達すれば何か知りたいのかね。新たな視点を得られた気がするぞ。備忘録を見たいのだな。また外の話を聞かせておくれ。クライブ、無事で何よりだ。クライブ、ゆっくりしてけよ。イーストプールに知人がいたんだってな。力になれなくて悪かった。夫たちバタバタしてた。休憩。私たちにもできることがあるはずよ。シドと話をしてみましょう。相変わらず賑やかだな、ここは。どうせ死んだら静かになるんだ。生きてるうちは賑やかなくらいでちょうどいい。それで旅の収穫はあったのか。なぜこの身にこの力が宿ったのか、意味も理由もまだわからないことだらけだ。ただ一つだけはっきりしてる。俺は火の召喚獣イフリートだ。これからそれを背負って生きていく。そしていつの日か全ての真実を突き止めてみせる。それでいい。自分を受け入れることが自分を救う足がかりになる。それがたとえどんな過去であったとしてもな。以前あんたは言ってたな。誰もが人として死ねる場所を作りたいと。そうだ。それはきっと人が人として生きられる場所を作ることなんだろう。俺はこれまで復讐のためだけに、それだけのために生きてきた。自分以外の世界から目を背けてきたんだ。だが現実を見て思い知らされた。人が人として生きることすら、普通に生きて普通に死ぬことすら、それさえこの世界では難しいのだと。それに気づいたからにはもう見ないふりなんてできない。それは償いのつもりか。俺と彼女の決意だ。ええ、そう決めたの。ふぬけを養う余裕はないぜ。知ってるさ。いいだろう。お前たちが仲間になってくれるなら、こいつが大真面目にできるってもんだ。ガブも言ってたな。何をするつもりなんだ。ザンブレック公国、そのコートオリフレムに潜入する。マザークリスタルをぶっ壊す。今や東部の田園地帯までもが沈んでしまったのだぞ。ここ数年の黒の一帯の広がりは常軌を逸しておる。このままではそう遠くないうちにこのコートにまで達するやもしれん。いつまで不毛な論議を重ねるつもりだ。陛下、
手つかずの豊かな土地があるではないか、このすぐそばに。それはもしやクリスタル自治領のことで？お言葉ではございますが、彼女は各国間において不可侵条約が結ばれており。条約など平時にしか意味を持たぬ。そうおっしゃいましても、条約を犯すのは、ここで危険を犯して自治領を続ける必要が。黒の一帯に土地を奪われた民がこのコートに押し寄せている。田園地帯が黒に飲まれた以上、遠からず食料も窮するだろう。それにケーラの進めた先の戦、ウォールードから領土を取り戻すどころか、手ひどくやられ数多の将兵を失った。この国難、苦しむ民を前にして揃いも揃って優雅に茶会とは、御賢人が聞いて呆れる。諸君、我々はそのような軽い気持ちでは。これは大事な議論で。民あっての国、国あっての我々は奉仕せねば。死の大地が国領を蝕むのなら、民のためにそんなもの捨ててしまえばよい。しかし芸家、芸家どうかお考え直しを。今こそ潮である。クリスタル自治領を新たな国領に、グエリゴールの信託だ。信託ですが。しかしそれは神のご意志ならば。だが何から手をつけたらよいというのだ。資金の調達はどうする。となれば軍の支度も急がねばなるまい。それより諸国への対応を決めねば。猶予はないぞ、事の支度を急げ。ディオンはどうしている。大阪海峡の砦に駐屯中にございます。しかしながら芸家の命とあらば、すぐにでも戻られるかと。構わん、戦の傷を癒せと伝えておけ。またすぐにバハムートの力が必要になる。仰せの通りに。待ってくれ。ということはマザークリスタルが黒の一帯の原因だとでも。正気か。こんな悪趣味な冗談誰が言うよ。黒の一帯は死の大地だ。大地のエーテルが枯渇し、草木も生えない。魔法なんて使いようはずもない。それも全てマザークリスタルが周辺のエーテルを吸い尽くしたからなのさ。長い間調べてきたんだ。根拠もなしに言ってるんじゃないぜ。そうだな、クリスタル、誰もが使ってるこいつは、そう、エーテルを吸って魔法に変えるが、一体どこで取れる。各国のマザークリスタルを削り出してんだろ。つまりマザークリスタル自体も本質は変わらないってことだ。マザークリスタルはただ巨大なクリスタルに過ぎない。理屈はそうだが、人が魔法を使う時とは違い、エーテルを吸い続けている。どこに流れてるかは俺もさすがに分からんがね。マザークリスタルは神聖な存在、俺たちはそう教えられてきた。だからこそ人はエーテルの矜持をクリスタルの加護として崇め、その加護をめぐり争い続けてきたのだと。真実を知られると
都合が悪かったんだろうな。都合が悪いって誰が？さてね、神様かな。マザークリスタルのことは分かった。だがベアラーは彼らやドミナントを救うんじゃなかったのか？もちろん続ける。これまで通り対処していくさ。しかしマザークリスタルを放っておけばこの世界は黒の一帯に沈む。みんな死んじまう。それじゃあ遅いんだ。生き残らなければ話にもならん。クライブ、お前の言う人が人として生きられる場所、そいつを作るためにもな。だから全てのマザークリスタルを破壊する。俺たちの手で。どうだ、乗るか？もう一度くらいはあんたを信じてみよう。誓いの証ってとこだな。頼りにしてるぜ、二人とも。まずはクリスタルの破壊。大仕事だな。しっかり支度をしなければ。休憩。村人まで皆殺しにする。ずいぶん落ち着かない様子だが、困りごとか？ああ、君はクライブだっけ？実は任務中にひどい失敗をしちゃってさ。任務？あんたは何をやってるんだ？僕は補給係のグレン。この隠れ家や各地の同志たちに物資を届けてる。でも補給物資のいくつかを落としてしまったみたいでね。あれがないとみんなの活動にも支障が出てしまう。しかも一緒に届けていた手紙もなくなってるんだよ。シド宛ての大事な手紙なのに。探しに行かないのか？そうしたいのは山々だけど、すぐに別の任務に出なきゃいけなくて。そうだクライブ、僕の代わりに探してきてくれないか。礼は必ずするからさ、頼むよ。仕方ない、手伝おう。ありがとうクライブ。補給物資と手紙を探せばいいんだな。どこで落としたか見当はついてるのか？ロストウィングからゴールドン農場を通って帰ったんだ。魔物が出るから急いでて、あの辺りが怪しいと思う。落とした補給物資は全部で3つ。どれも麻袋に入れてあるよ。シド宛ての手紙は1通だけど、あれが一番大事かも。分かった、とにかく探してみよう。本当に助かるよ。ああ、僕はもう次の任務に出ないと。それじゃあよろしくね。慌ただしいやつだ。ひとまずゴールドン農場に向かおう。見つかるといいが。夫たちバタバタしてた。おかえりなさい。なるほど、読み書きが上達すれば。何のよ。このことをまだ書き留めてなかったの。
何について知りたいのかな？
知りたいことがあったらおいで。なるほど。俺にも何か手伝わせてくれ。お帰りなさい。手短にな。何が必要なんだ。いつなら敵なしだ。じゃあな。帰りが遅すぎる。無事だといいが。どうかしたのか。おや、君は新入りの。実は仕事に行った仲間の帰りが遅いんだ。刻印のある者が外に出ているから心配で。ベアラが見つかると厄介だぞ。危険なのは承知の上さ。金を稼ぐために仕方なくだよ。この隠れ家で暮らしていくにも金がいる。カローンの資金援助だけではまかないきれないからな。そうだ、君ザンプレクでベアラ兵を務めていたというのは本当かね。あ、そうだ。ならばその腕を見込んで頼みがある。私の代わりに仲間の様子を見に行ってもらえないか。よし、引き受けよう。ありがとう。その仲間について教えてくれ。ランダルという名の青年でな、今はロストウィングに出向いている。詳しいことは吊るし人邸のマスターが知っているはずだ。この仕事をくれたのは彼だからな。簡単なことか。分かった、話を聞いてみよう。それでは頼んだぞ。もうじきブドウの収穫だ。何か入りようかね。はい、どうぞ。毎度あり。はい、どうぞ。またな。そろそろみんなが畑でしょ。シドの男の何か用でも。ランダルという男があんたのところで働いてると聞いた。彼の戻りが遅いと仲間が心配していてな。様子を見に来たんだ。ああ、やつなら荷運びを手伝ってもらってるよ。今日は荷が多いから確かにいつもより時間が。いや、さすがに遅すぎるか。俺が見てこよう。ランダルはどこへ。村の南門を出たロベール林道。
その先で取引相手と落ち合う予定だ。何かあったのかもしれん。行くなら気をつけろ。グレンが通ったのはこの農場だ。補給物資と手紙を探そう。麻袋、落としたのはこれか。ここにもあった。補給物資はそのだが、手紙が見当たらないな。誰か拾った者がいないか、あたりで聞いてみるとしよう。あなた、確かマスターの。こんにちは。今日は畑のお仕事かしら。いや、仲間が落とした手紙を探している。この辺りで見かけなかったか。さあ、見てないわね。そうか。待って、そういえば少し前に見かけた犬が髪をくわえてたの。あれがそうだったのかしら。その犬はどこに。ロストウィングの方へ走って行ったわ。誰かの飼い犬だと思うから民家の近くにいるかも。助かった。恩に着る。マスターのお客人ね。魚の燻製作りを手伝って。もうクタクタ。手紙だ。お前が持っていたんだな。これで全て回収できた。悪いな。もらっていくぞ。隠れ家に戻ってグレンに届けてやろう。日が暮れる前に乾かさなきゃ。大丈夫か。そのブローチ、あんた、マスターの。大変なんだ。蛮族に襲われた。そしたらランダルが俺を逃がそうとおとりになって、奴隷の真似は取引相手の前だけでいいって言ったのに。どこで襲われた。
この先の少し開けた場所だ。お願いだ、奴を助けてくれ。ああ、分かっている。あんたはロストウィングへ戻っておけ。ランダル、間に合わなかったか。遺体をこのままにはしておけないな。戻ってカンタンに相談しよう。
もうじきブドウの収穫だ。戻ったか。うちのやつから知らせを受けたところだ。それでランダルはどうした？くそ、ダメだったか。南門からしばらく進んだところに彼の遺体がある。弔ってもらえるか？ああ、すぐにでも向かわせよう。気心の知れたやつだったのに、まさかこんなことになるとはな。ランダルとは長い付き合いなのか？よく手伝いに来てたよ。賃金がいいからって危ない仕事ばかり進んでやってた。隠れ家のためにそこまで。今回の件は俺からシドに報告しておく。お前にも迷惑をかけた。悪かったな。夫たちバタバタしてたわね。クライブ、遅いな。ああ、クライブ。ようやく任務が終わって急いで戻ってきたんだ。まだ探しきれてないよね。一緒に行くよ。問題ない、すべて拾ってきた。本当かい？補給物資も指導宛ての手紙も？ああ、すべて渡しておこう。うん、確かに落としたものが全部ある。よかった、助かったよ。補給物資もそうだけど、手紙を落としたってシドにバレたらとんだ大目玉を食らうところだった。機密の内容なのか？あ、違う違う、シドの娘さんからさ。遠くの学校に通うのに離れて暮らしてるらしくてね。娘さんから時折届く手紙をシドは心待ちにしてるんだ。あのシドか。それに今回は久しぶりの手紙だったからね。君が拾ってくれなかったら雷を落とされてたかも。本当に助かった。約束のお礼だ、受け取ってよ。この手紙が届いた日のシドはいつもより機嫌が良くてね、渡すのが楽しみだよ。村人までみんな殺しに。今度はどこへ行くんだい？コートオリフレムだ。お前さんも忙しいね。ちょうど新しい品を仕入れたところだ。見てきな。オリフレムか。そういや、ここのところ
随分と荷が流れ込んでた。ありゃ何かしでかすつもりかもしれないよ。詳しいことはオットーにでも聞いてみるんだね。そうしよう。クライブ、無事で何よ。よう、話は聞いたぜ。シドのやつがついにやるんだろう。まずはドレイクヘッドからだとガブが騒いでた。これからオリフレムに潜り込む。状況がわかるか。ああ、協力者から知らせがあったところだ。ザンブレクは先のベレヌスでの戦いでウォールード王国に負けたばかり。それなのに早々に再軍備を始めたらしい。人や物資が入り乱れてコートは混乱してる。また戦を？グエリゴールのお告げってやつさ。戦好きの神様を崇める国とは始末に負えんよ。とはいえまたとない好機だ。それだけ動きがありゃ潜り込むのはそう難しくない。歓楽街にでも入っちまえばまず見つからんだろう。問題があるとすればノースリーチの関所か。ああ、ノースリーチはオリフレム前の最後の関所だ。案の定通行が厳しくなってる。だからこいつを持ってけ。これはそこいらの通行証よりよく効くお守りだ。ノースリーチに俺たちの協力者がいる。ストラスを飛ばしてお前たちのことを伝えておこう。あとはそのお守りを持ってりゃ向こうから見つけてくれる。うまく関所を通してもらえ。ありがとう、オット。念のため相手の特徴を聞いておきたい。通称マダム。とびきり美人の娼婦だからすぐにわかるさ。彼女を見て日和るなよ。わかった。やれやれ、からかいがいのないやつだな。だがその仏頂面も見られなくなると寂しいもんだ。必ず戻ってこいよ。こんなところか。ガブに声をかけておこう。おや、あんた新入りだね。俺はゴーチェ、協力者連絡窓口へようこそ。ここでは協力者たちからの知らせをもとに各地で起きてる問題を取りまとめてるのさ。あんたも厄介事の解決を頼まれることがあるだろう。その手の話は俺のとこにも集まってくるんだ。今どこでどんな問題が起きてるのか、そういうことが知りたけりゃここで教えてやるよ。人助けをすると気分がいいもんだぜ。気が向いたらでいいから協力をよろしくな。どうぞ見てってくれ。あんたシドのところから来たやつだな。すまないがちょいと手を貸しちゃくれないか。なんだ、言ってみろ。ああ、オリフレンで保護したベアラーたちをこの村まで連れてきたんだが、前の主からよほどひどい目に遭わされたのか、まともに話もできやしない。人を恐れているんだろう。だろうな。だから同じベアラーのあんたならと思ってさ、俺の代わりに
彼らの話を聞いてやってほしいんだ。俺でよければ。そうか、助かるよ。必要なものがあったら村の連中を頼ってくれ。できる限りのことはするから。そうさせてもらう。ベアラーたちはそこの椅子で休んでる。それじゃ頼んだぜ。オリフレムから来たらしいな。何かあれば俺に言ってくれ。ここは安全だ。俺たちベアラーが喋っても咎める奴はいない。本当か？じゃあ食べるものをできれば妹の分も。わかった、酒場でもらってこよう。ありがとう。すぐに戻る。あんたたちは体を休めて待ってろ。もうじきブドウの収穫。何か食べるものをもらえないか。二人分だ。悪いけどよそ者に回すほど余裕がないよ。俺のじゃない。ここで保護されたベアラーたちの分だ。あら、そのブローチ、最近シドのところに入ったってのはあんたかい。なら力になんなきゃね。パンとワインでよけりゃ遠慮なく持っておいき。ブローチ一つで随分な態度の変わりようだな。そりゃそうさ。ここじゃマスターの決めたことが全てだからね。マスターのお客人なら協力は惜しまない。それがロストウィングの掟さ。さあ、ベアラーたちがお腹を空かせてるんだろ。そこに置いてあるから持って行っておやり。パンとワインか。さっきのベアラーたちに持って行ってやろう。今日もよく働いたぜ、兄さん。パンとワインをもらってきた。食べるといい。本当にいいのかい。こんなにたくさん食べたのは生まれて初めてだ。ねえ兄さん、この村は夢のようなところだね。座るなとか食べるなとか誰も言ってこないね。はあ、本当に。次はお前たちだけで行ってこい。もう自由なんだからな。わかった、ありがとう。パンとワイン、うまかったよ。
このままじゃマスターに怒られちまう。誰だあんた。おっと、そのブローチは。脅かすなよ、どこの傭兵かと思ったぜ。まあちょうどよかった、聞いてくれよ。大事なブドウ畑に魔物の群れが居ついちまったんだ。普段から出る場所なのか。いや、あんなに魔物が出ることは滅多にない。ただ今年のブドウは特に香りが強くてな、おそらくそいつを嗅ぎつけたんだろう。そろそろワインの仕込みを始める時期なのに、奴らのせいで収穫もできねえ。このままじゃマスターに何を言われるか。ところであんた、見た感じなかなか腕が立ちそうだ。頼む、ブドウ畑の魔物をどうにかして駆除してくれねえか。わかった、俺がやってこよう。ありがてえ、早いところ頼むよ。ブドウ畑は村外れのゴールド農場にあるからな。この辺りか。さて、魔物を駆除しよう。全部倒したな。ロストウィングに戻って伝えてやるか。もうじきブドウの収穫だ。魔物を駆除してきた。もう安全だろう。助かったよ、これでマスターにも顔向けできる。ほら手間賃だ、受け取ってくれ。ここで作ったワインはロストウィングの貴重な収入源さ。ゴールトンルージュっていや、外でも評判なんだぜ。ワイン作りを始めたのはマスターの知恵だ。ベアラーたちもあれくらい近場なら働けるからな。役に立てて何よりだ。ああ、マスターにも伝えてくよ。ワインができたらあんたも味わってくれよ。私どうすれば。あなたマーサお抱えのベアラーでしょ。助けて。何があった。宿場に野党が押しかけてきたの。私は何とか逃げてきたけど、他の人たちが心配で。お願い、
野党を追い払ってもらえないかしら。いいだろう、任せておけ。ああ、ありがとう。野党はどこに？さっき酒場へ向かって行ったわ。大きな声がしたから中で暴れてるのかも。あの中には何人かお客もいたはずよ。どうかみんなを助けてあげて。おいおい、金も酒もこんなもんかよ。なんてしけた酒場だ。この宿に金がないなら、そこの傭兵、お前から金をいただくとしよう。ほら、有金全部出しやがれ。つらか。これで終わりか。ありがとう。本当に強いのね。おかげで助かったわ。あんたが退治してくれたのかい？まったく野党ども、私の留守中に好き放題してくれたもんだよ。マサ、この宿場では傭兵団を雇っていたと思うが。ああ、ブラッドアクス傭兵団のことだね。俗領の駐屯兵は何もしてくれない。野党退治も商人の護衛も全部自分たちでやるしかないんだ。いつもは傭兵団を頼ってるけど、宿場の外の仕事も多くてね。こういったことに柔軟に対応できないのが悩みの種さ。そうか、難儀をしてるな。だからあんたが手を貸してくれて助かった。私から礼をさせてちょうだい。今回は本当にありがとう。さて、これから後片付けで大忙しさ。またね。君が野党を退治してくれたんだな。早速出発か。気の早いことで。また振り回される。振り回されたいの間違いじゃねえの？お前ほどじゃないさ、ガブ。え？潜入するにはいい頃合いだ。行くとしよう。構成は？ドミナントだけで行く。それじゃ3人だけで？戦をしに行くわけじゃないんだぜ。マザークリスタルは国の要だけに警備も厳しいからな。少人数で潜るに越したことはない。それに最悪の場合、俺たちなら召喚獣になりゃいい。俺はまだ力をつかめてない。イフリートになろうとしてもなれないかもしれない。ドミナントなら覚醒と同時に自然と使いこなせるもんだが、お前は事情が事情だからな。でもクライブにはフェニックスの祝福がある。それにガルーダの力もな。
そもそもお前の剣の腕はロザリアのお墨付きなんだ。なら万が一にも自分の力でどうにかできるだろう。また適当なこと。足がつかないようにばらけて向かうぞ。ノースリーチで落ち合うとしよう。遅れんなよ。シドたちとはノースリーチで合流だったな。関所を越えるためにも協力者に会わねば。協力者のマダムは娼婦だと言っていたな。探してみよう。一人女を買おうだなんて大胆。人違いだ。いい香り。私がこの花を好きだって覚えてたのかしら。香り袋か。シドよりもオットーの方がよっぽど女泣かせだったりして。あなたはどう思う、クライブ？やっぱりあんたか。私はイサベル、ノースリーチの召喚、夜の帳の主人よ。シドのところの新入りさんでしょ。オットーから知らせを受けてるわ。さあついていらっしゃい。どうしてシドのやつに協力を。シドとはもう長い付き合いでね。昔ちょっと大変だった時に助けてもらったのよ。
この町で商売を続けていられるのも全部彼のおかげだから、その仲間には親切にするって決めてるの。それにあれ、ここはコート前の最後の関所。ベアラー一人では決してあの門をくぐることはできない。でも私ならあなたを門の内側へ連れて行ってあげられるでしょ。どうやって夜の女王って何、恥じないくらいのことはできるつもりだから、無事に関所を抜けたら一つ私の頼みを聞いてちょうだいね。おい、何をお探しで？どうもね。何をするつもりだ？そんなに不安にならなくても平気だから。俺がベアラーであることはこの刻印でおのずと知れる。下手に隠すと怪しまれるぞ。別に隠す必要なんてないわ。普通に行って普通に通り抜けるだけなんだもの。これはマダム、お帰りですか。ええ、今晩の支度をしなきゃ。ところでそちらは誰です？私の新しい用心棒なの。どう、かわいいでしょ。マダムの番犬とは羨ましいね、色男。じゃあもう行くわ。またうちをごひいきに。待て、お前まさか。やっぱりベアラーかよ。マダムに拾われるなんて運のいいやつだな。ほらさっさと行け。ほら、無事に抜けられたでしょ。まったく、肝が冷えた。これくらいは簡単よ。ノースリーチに勤める兵士はうちの一番のお客だもの。それにここは私の町。罪さえ犯さなければ大抵のことはなんとかなるわ。さあ次は私の番ね。詳しい話はお店に着いてからにしましょう。仕方ない、協力するか。分かったわ。お客様に粗相のないように。おかえりなさいマダム。ただいま。マダム、お戻りで。遅くなったわね。ようこそクライブ。ここが私のお店、夜の帳よ。
無事に関所を抜けることができた。改めて礼を言う。ありがとう、マダム。二人の時はイサベルでいいわ。クライブは律儀なのね。シドとは大違い。イサベル、あんたの頼みというのは、シドたちと落ち合うまでに片付くことならいいんだが。シドとお嬢さんはうちの子が順に案内する手はずよ。関所を抜けるにはもうしばらく時間がかかるわね。それまで人探しをお願いしたくて。実は少し前から娼婦が一人、立ち絵ぬが行方不明になってるの。壁の外側に出た様子もないし、何かに巻き込まれたとしか思えないわ。どうも人探しには縁があるな。わかった、やってみよう。ありがとう、クライブ。そうだ、これを受け取って。信頼の証ってところよ。ベアラーが出歩くなら持っておいて損はないから。私はこの後鉄の酒樽邸で用事があるの。何か分かったら知らせに来てちょうだい。娼婦たちに話を聞いてみるか。あら、そのブローチ、マダムのお使いかしら。タチエヌという娼婦を探している。知っていることがあれば教えてほしい。タチエヌ、まだ戻ってないのね。私がもっと話を聞いてあげてれば。彼女と話したのか。ええ、いなくなる前日にマダムからいただいた櫛をなくしたって、ずいぶん塞ぎ込んでたの。あの子、母親を早くに亡くしたから、マダムのことを本当の母親のように慕っててね。鶴草模様の入った古ぼけた木の櫛だったけれど、とても大切にしてたのよ。マダムの櫛を。そうね、タチエヌと一緒に暮らしてた子なら何か知ってるかもしれないわ。池の前で休憩してるはずだから、彼女に話を聞いてみて。わかった、当たってみる。タチエヌと暮らしていた子か。あら、あなた、マダムの新しい用心棒でしょ。ブローチを持たせてもらったってことは、何か仕事を頼まれたのね。タチエヌと一緒に暮らしていたと聞いた。彼女に変わったことはなかったか。ああ、彼女のこと、人と会うと言って出て行ったきり戻ってこないの。やっぱりあいつと何かあったんだわ。あいつ？あの子の客でザンブレクの兵士なんだけど、最近立ち絵のをつけ回してたのよ。店の外でも構わずちょっかいを出してきて、あの子すごく我慢してたわ。でもマダムには迷惑かけたくないから黙ってて。って、何でもいい、その兵士の特徴を教えてくれ。確か右目に傷があったはずよ。訓練中に怪我をしたと言っていたから。ありがとう、探してみる。絶対にタチエヌを見つけてね。こんな形で別れるなんて嫌だからさ。ザンブレクの兵士、軍の訓練所を当たってみるか。おい、そこの君。おい君、そのブローチをつけているとはマダムの用心棒か何かだろう。少し力を貸してもらえないか。もちろん礼は弾むよ。あんたは？失礼した、私はエティエンヌ。マダムにも懇意にしてもらっている商人さ。これから壁の外側で取引があるんだが、私は万平に目をつけられて行き来ができなくてね。マダムの後ろ盾がある君なら奴らに止められることもないし適任だろう。どうだ君、
私の代わりに一仕事してきてくれないかい？いいだろう。おお、助かるよ。何、難しい仕事じゃない。この小袋を壁の外側の取引相手に届けるだけさ。雑貨やハーブ酒を酒屋に渡してくれ。約束の品だといえば通じるだろう。中身は何だ？外側の連中が喉から手が出るほど欲しいもの。そうだな、知らない方がうまくいくとだけ言っておこうか。それじゃ頼んだよ。なぜ壁の内側をビアラが…さあ、訓練は終わりだ。荷をすべて改めるまで。なんだい、買うのか。いろいろ売ってるのね。ベアラ…エティエンヌの使いだ。約束の品を持ってきた。なんだよ、そういうことか。これさえあればクソみたいな生活も少しは潤うってもんだ。さっきは悪かったな。少し待っててくれ。こっちの取引の品だ。香水か。よそ見して落とすんじゃねえぞ。ダルメキアの伝統的な織物だ。見てっておくれ。ベアラーが何の用だ。約束の品を届けに来た。見たことのない顔だな。いつもの商人はどうした？エティエンヌは万兵に目をつけられている。だから代わりに俺が届けに来たんだ。ならさっさと品をよこせ。前回と比べて少なくないか？まさか中身をくすねたんじゃないだろうな。いらないなら返せ。ベアラのくせに生意気な口を。エティエンヌの使いじゃなけりゃ役人に突き出してやるんだがな。ほら、これが取引の品だ。これは葉巻か。丁重に扱えよ。高級品だからな。ザンブレクまで来た甲斐があったわ。なんだ、ベアラーじゃないか。あんたが買えるようなもんは置いてないんだけどね。俺はエティエンヌの使いだ。それならそうと早く言っておくれよ。ほら、万兵に見つかる前に約束の品を渡して。ああ、よかった。これでしばらくはやっていける。そら、こっちの取引の品だ。蒸留酒だ。下の肥えた客用にとびきり上等なのを用意しといた。門を通るときは徴収されないよう気をつけな。万兵どもはこういう嗜好品に目がないからね。あとエティエンヌにはこれからもごひいきにって伝えておいておくれよ。あ、わかった。香水、葉巻、蒸留酒、どれも上等な嗜好品だ。こんなものと交換できるなんて、あの小袋には。とにかくエティエンヌのところへ戻ろう。戦に出る前に。無事に戻ってきたか。取引の品を扱ってきた。
完璧だ。マダムもきっと喜ぶ。もしかしてあの小袋の中身は。気づいたかね。そう、クリスタルだよ。だから俺に中を見るなと言ったのか。おじけづいた君が妙な動きをすれば、目ざとい万兵に蹴取られるかもしれない。クリスタルの闇取引なんて見つかれば首が飛んでしまうからね。私が使っているのはクズのような破片だけ。そんなものでも外側の連中にとっては上等な嗜好品と同等の価値だということさ。それほどクリスタルが手に入らないと。ああ、壁の内側のおこぼれに預かろうと外側にあのマルシェができるくらいにはね。これを卑しいことだと思うかい。ただ生きるためだろう。それ以上でもそれ以下でもない。なるほど、マダムが気に入りそうな男だな君は。大事な品を万兵に巻き上げられずに済んだ。君のおかげだ、感謝する。マダムにも君の働きについて伝えておくよ。まったく、壁の外の連中は引いて。訓練を増やせとの命。なんだ貴様、ここはベアラー風情が入っていい場所ではないぞ。知ってるか、俺たちはコート防衛の精鋭部隊だ。奴隷なんざに用はねえんだよ。すぐに出ていく。おい、こいつ、マダムのブローチを持ってるぜ。なるほど、マダムの用心棒というわけだ。俺たちの護衛さえ断ってたマダムがね。このベアラ、かなりやり手かもしれん。おお、面白い。おい、ベアラ、一つ手合わせと行こうじゃないか。手合わせだと？マダムに認められたその力、ぜひ確かめさせてもらいたいな。仕方ない、一戦だけでいいか。ああ、構わんよ。だが互いに手加減はなしだ。この訓練場でやるとしよう。さっさと用意するんだな。さあ、貴様の実力を見せてもらおうか。さっさと終わらせよう。大した自信だな。では、行くぞ。手加減はなしだぞ。さあ、かかってこい。ベアラ、貴様の力を見せてみろ。見えた。たかがベアラだと思っていたが、やるじゃないか。わざと負けたんじゃねえだろうな。まさかあいつ相当できる。それなら。おい、ベアラ、今度は俺と勝負だ。行くぞ。どれだけできるか見せてもらうぜ。まったく、今度はこいつか。はっ、
せいか。もう十分か。なんだよこいつ、とんでもない強さだ。いくらマダムの用心棒とはいえ、ベアラーに負けるなど精鋭部隊の名折れだな。ああ、俺たちもまだまだだぜ。上官の言う通り、もっと鍛えねえと。俺はもう行くぞ。ああ、手間をかけた。見事だったよ。おい、俺たちがあんたに負けたってこと、マダムには絶対に言うんじゃねえぞ。マダムの用心棒とはいえ、ベアラに負け。今日も夜の帳に顔出すか。当たり前だろ。君、ベアラーなのにそのブローチを。そうか、マダムの。だったら話を聞いてくれないか。あんたは。僕はコートの役人で、マチューという。そしてマダムに手を貸す者でもある。この国はベアラーの扱いがひどいだろう。僕のようにそれを快く思わない者もいるということさ。なるほどな。それで話とは。この町のベアラーたちのことだ。彼らは常に飢えている。過酷な仕事を課せられる上に満足な食事も許されない。それで餓死しようが誰も見向きもしない。壊れた道具と同じように使い捨てられるだけ。見るのも辛いありさまだよ。これまで密かに食料配っていたが、住人に感づかれたようでね。だが君なら僕よりも怪しまれずに済むだろう。どうかベアラーたちに食料を配ってくれないか。あ、俺がやろう。ありがとう。これで彼らも少しは生き延びられる。では早速だが、これが食料だ。食料を配ってほしいベアラーは弊社の周りで働かされている3人。いずれも休むことを許されず、魔法の使用を強要されているはずだ。魔法を使わされているベアラーか。だが気をつけてくれ。彼らは主の所有物。決して誰にも悟られないように頼む。食料を配り終えたらマダムに伝えてほしい。彼女の手の者に伝言すればいいだろう。わかった。あんたはどうするんだ。僕はこれから表の仕事さ。それでは頼んだよ。魔法を使う。壊されているベアラーか。早く食料を届けてやろう。魔中からの食料だ。マッチアさんから。ありがとう。でもあんたは早くここを出た方が。おい、しるし持ち、何勝手に休んでんだ。さっさと火力を上げろ。お前もうちで何してやがる。とっとと自分の主のところに帰りやがれ。
せねえのか。今は無理そうだな。また後にしよう。マチューに頼まれた。受け取ってくれ。今日も食べられるんだね。助かったよ。でもまだ働かない。いつもこうなのか。俺たちはまだ恵まれてる方さ。そうか。よし、もう十分だ。今度はもっと早く治療しろよ。食料を渡しに来た。魔中からだ。ああ、魔中さんな。でも次の仕事があるんだ。すぐに行かないと。休めないのか。僕は治療しかできない。道具だから。道具。食べ物をありがとう。日が落ちたらこっそり食べるよ。食料を配り終えた。マダムの仲間に伝えよう。道具か。ひどい扱いだ。言ってな。何か用かしら。魔中に頼まれてベアラーに食料を配ってきた。その報告だ。あら、あなたが。ありがとう。ちゃんとマダムに伝えておくわ。そういえばマチューさん、食料のことを感づかれたって言ってたわね。ああ、だから俺が代わりに。そういえば彼はコートの役人のようだが。ええ、コートでもかなりの地位についてるみたい。馴染みのお客で羽振りも良くて評判だったの。でもベアラーの現状に耐えかねたのか、国の制度に疑問を持つようになって。あの様子を見ればな。今ではマチューさんもマダムに協力しているのよ。その分うちに落としてくれるお金も減っちゃったけど。ちょっと変わった人でしょ。そう思う。でも彼のような人もいるから、マダムも商いの裏でベアラーを助けることができてる。あなたも認められた一人だものね。これからもマダムに協力してあげてね。分かっている。今夜こそうちに寄ってちょうだい。なぜ壁の内側をピアラに。行ってな。メルヌスの丘から戻った。今日も夜の帳に顔出すか。ここに駐屯している兵士の中に右目に傷のある者はいないか。なんだ、ベアラーの分際で人様に声かけやがって。バカよせ。よく見ろ、こいつはマダムの用心棒だぞ。夜の帳を出禁になったらどうすんだ。
右目に傷ってヤニックのことだろ。あいつならしばらく見てないよ。ああ、ここらで商いをしている行商人に用があるからって少し前にムーアに行ったままだ。そうか、参考になった。ムーアか。行く前に一度イサベルに報告しておこう。クライブ、彼女のこと何か分かった？ああ、報告することがある。立ち得ぬがそんなことに。彼女をつけ回していたヤニックというザンブレク兵も姿を消している。その兵士は行商人に用があるとムーアへ行ったそうだ。俺もこれから向かう。そう、でもムーアとは厄介ね。なぜだ？あの村はベアラーの扱いが特にひどいの。あなた一人で探るのは厳しいかもしれないわ。それにコートの目前で無駄な騒ぎを起こすわけにはいかないでしょ。ムーアへ行ったら厩舎にいるベルトランを訪ねて。彼は私の仲間よ。きっと力になってくれる。ベルトランだな。わかった。この辺りは穀倉地帯か。以前は気にも留めなかった。なあ、あの半島の先っぽってどうなってんだ？なんだか大きな波が固まっているように見えるんだが。明日も忙しいんだ。さあ小屋に戻れ、薄野のどもめ。おい、そこのベアラ、こっちだ。遅いじゃないか。何をしていた？何の話だ？聞いておらんのか。わしの息子が魔物に襲われているんだぞ。早く助けに行くんだ。わかった、すぐに向かおう。場所はどこだ？ほう、今度のベアラーはなかなか度胸があるじゃないか。息子はこの辺りの海沿いだ。いいか、しっかり魔物を倒すんだぞ。さっきの男、妙に落ち着いているように見えたが。ともかく何かあってからではまずい。奴の息子を探さなければ。誰か助けて。子供の声だ。
待ってろ。今助けるぞ。倒しちゃうなんて、お前な、ベアラーなんて魔物にやられて壊れちゃえばいいのに、余計なことしちゃって。どういうことだ、魔物に襲われていたんじゃないのか。うわ、ベアラーが喋った。僕はパパに言われてやっただけだもん。なんだと。また喋った、ベアラーのくせに。パパに言いつけてやる。まさかこのベアラーたちは今の魔物に。なんてひどいこと。あの親子に詳しく話を聞かなければ。ベアラー、こっちに来い。息子から聞いたぞ、せっかく手名付けた猟犬を殺したそうじゃないか。そもそもなぜお前はまだ生きている。ベアラーはわしら貴族を楽しませるためにいるんだろう。ならさっさと死んで餌になっていればいいんだ。貴様ら、やはりわざとベアラーをけしかけていたのか。また勝手に喋った。パパ、やっぱりこいつ変だよ。最近奴隷商から買ったベアラーかと思ったが、よく見れば確かに知らない顔だな。おい、お前の主人に文句を言ってやる。主人を呼んでこい、今すぐだ。俺はノースリーチのマダムの用心棒だ。今は主人に命じられた仕事の最中だが、すぐに呼ぶか。何？マダムだと？彼女に立てつけば夜の帳が。一つ教えておく。ベアラーもお前たちと同じように恐怖や痛みを感じるんだ。いいか、命で遊ぶんじゃない。こんな馬鹿げたことは二度とやるな。こいつなんか怖いよ。ねえ、いくらマダムの奴隷とはいえ、ベアラーごときにあれこれ言われる筋合いはない。パパ、また猟犬を買ってよ。今度こそこのベアラーを壊すんだ。ちょうど今別の魔物を捕獲させている。新しい奴が手に入ったらお前を殺してやるからな。まだ続けるつもりか。この様子じゃ殺されていたベアラーもあのまま捨てるつもりだろう。せめて人らしく弔ってやらねば。これまで一体何人が犠牲になったんだ。またベアラーの死人が出たのか。君はクライブだな。なぜ俺の名を。マダムから聞いてる。私もあの方の元で働いてるんだ。しかしひどいことを。彼らを弔うたびに胸が痛むよ。
あんたがいつも埋葬しているのか。ああ、マダムの言いつけでね、放置された遺体を葬って回ってる。クライブ、よければ手伝ってくれないか。ああ、そのつもりで来た。これでよしと。そうか、君が猟犬を始末してくれたんだな。だが奴らは新しい魔物を捕獲させているようだ。まだ続けるのだろう、ベアラーの命を。何だと思ってる。何とも思ってないさ。だからこんなに残酷なことができるんだ。金持ち貴族どもはベアラーを退屈しのぎに使い、死ねばゴミのように捨てる。だが少なくともあの貴族のくだらない遊びは終わるだろう。助けて、オーパー。あの声はさっきの親子か。ほらな、野生の魔物がそう簡単に懐くものか。下手に近づけば噛み殺されるのがオチさ。それはベアラーも同じ。いつか牙を剥かれた時、人様はどうするつもりなんだろうか。まあ結果はどうあれ、ベアラーが無駄に殺されることが減ったのはいいことだ。ありがとうクライブ、これは俺からの礼だよ。俺は何も。取っておいてくれ、また君の手を借りることもあるだろうから。それじゃまたな。私のクロエを見なかった？うちで飼ってる子なんだけど、いつも一緒に遊んでたのにいなくなっちゃった。あなたクロエを探してくれない？ああ、探してやろう。クロエはどんな見た目なんだ？白くて綺麗な毛で私のお気に入りなの。それにね、おとなしくてお利口な子よ。なのにずっと帰ってこなくて、きっと小麦畑で迷子になってるんだわ。今頃お腹を空かせてるはずよ。ご飯を食べさせてあげなきゃ。なら急ぐとしよう。きっと見つかるさ。闇雲に探すわけにもいかないな。近くの村人に聞いてみるか。ちょっといいか、聞きたいことがある。なんだい、ベアラーのくせに口の聞き方がなってな。主に何か頼まれたのか？さっさと言いな。少女が飼ってるクロエを探している。この辺りで見なかったか？クロエ？ああ、村の子の。それなら風車小屋の周りをうろついてたけど、小汚くて嫌になっちまうよ。ちゃんと見張っておきなっていつも言ってるのに。あの風車小屋か。もういいだろ、さっさと失せな。犬の声。クロエは白いけど言っていた。
いつは違うか。あれは人が倒れている。一体何が。ベアラーの遺体か。あ、クロエ、こんなところにいたのね。何、いつまでも寝てないの。さあお家に帰りましょう。ほらクロエ、なんだもう壊れちゃったの。ちょっと魔法使わせただけなのに。今までのクロエより可愛かったから大好きだったんだけどな。またお父さんが仕事で使わなくなったクロエをもらってこなきゃ。壊れたんじゃない、君の大好きなクロエは死んだんだ。死んだ。クロエも人と同じだということさ。君は父さんや母さんが死んで二度と会えなくなったらどう思う。嫌よ、悲しいわ。クロエも同じだ。大好きだった彼女にはもう二度と会えない。そんなの嫌よ。いいか、ベアラーは物じゃない。人と同じように死ぬんだ。クロエが大好きだったんだろう。だったら彼女の死をしっかりと受け止めるんだ。クロエ、ベアラーの扱いがひどいと言っていたが、彼女の仲間に話を聞いてみよう。あんたがベルトランか、力を借りたい。そのブローチ、マダムの使いか。ひとまず要件を聞こう。マダムからの依頼で人を探している。この辺りで商いをしている行商人を知らないか。何人か心当たりがあるが、そういや最近ザンブレク兵と揉めていた奴がいたな。おそらくそいつだ。その行商人ならまだ村の中にいる。すぐに見つかるだろう。だが気をつけろ、印持ち。いくらマダムのブローチを持っていてもこの村で目立つ行動は厳禁だ。助けるにも限度があるんでな。ああ、肝に銘じておく。何が欲しいんだ。またどうぞ。